はい、こんにちは、札幌占い美容師の山梨のことです。今日は黒染めかな。はい。どんな感じですか。結構これ見えますかね。黒い色こういうやつかな。はい。で、まあ結構今の明るさから黒くするので、多分かなり暗めにやんないと、あの普通のダークブラウンっぽい感じでグレージュっぽくなっちゃうので、今日は、オールディーブの 1N とか 1NB とか真っ黒なやつ、なんかカラスみたいな色を出せるようにいこうと思ってるんで、ブルーと、ブルーは何使うかな、スローのブルーとあとは 1NB かな、シンプルにその辺でカラーして真っ黒くしていきたいと思います。あ、で今こんな感じでちょっと前触りになってるんですけど、彼女エクステをつけたいということで、この辺まで、この辺まで、これぐらいまでエクステをつけたい。でエクステをつけれるベースのカットをちょっとしたいと思いますですね。はい、なんで、エクステはちょっと他の方でつけるんですけど、エクステ用にちょっとカットを馴染むようにカットしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではやります。はい、染まったんですけど、ブリーチのダメージからか毛先がちょっとこう引っかかってますね。串が通らない状態、ここがギュッて引っかかっちゃってる状態で、今日やるのはエクステをつけたいから、エクステでワンレン見たくしたいということなので、そのエクステのベースを作るカットをやりたいと思います。あまりそういうカットの動画ないと思うんですけど、エクステのベースを作るカット、はい、で前髪をこう流したいというふうにモデルさん言ってるんですけど、なんか前髪が生え方なのか、なんかこっち流れてくれないんですよね。なんでモデルさんいつもこっちにアイロンで流してるということです。はい。長さは今ぐらいでいい。はい、あんまもう短いもんね、結構短いです。あんまり切んないで流していって、はい、はい、じゃ流れをちょっと作るために、R2 セリングでちょっとこっち側を切っていきますね。こういうふうに少しこのなじましていって、ちょっと R 状になじましていきます。カットラインが今つながってないので、まあ流れないのも分かるんですけど、まあそれでもね、多分流れづらいと思うんで、ショーバルでいきます。ショーバルである程度曲げて、それからそぎますね。ちょっと目閉じてください。ショーバルは指を入れて、ここに指を入れて締まんないようにしてやります。
あんまり長さ多分切りたくないと思うんで、今度はショーブル逆刃使ってやります、今度は、T2 セニングで 10% 以下の T2 セニングでちょっと取っていくんですけど、ちょっとここに曲げたいので髪の毛が硬くて曲がらないんで、ちょっと折り目をつけるのに中にちょっとセニングを入れます。中側から中セニング入れてって、少しこっち側からですね、奥に入れてって曲がるように、髪の毛に折り目をつけていきますね。こういう感じで、それでも多分ね流れないと思うんで、それはもうコテ使うしかないかなって思います。そこはこの場合もう硬いんで髪の毛が、なんでちょっとそれでもいい、はい、これポイントがあって、実は多分ここでバングとサイドって分かれてると思うんですけど、この延長線上の中だけ削いでつなげた方がもっとシャープにここなって、よりいいと思うんで、表面側に削ぎは入れないんですけど、だいたい取り方としては、まあ、他の動画でも言ってるんですけど、グッて噛んだ時にここら辺の筋肉がこう出ると思うんですよね。そこの筋肉のところをちょっと一回取ります。こういう感じで、大体人それぞれちょっと骨格が違うんですけど、そこを取って、この目尻のこのエンドラインですね、前髪のエンドラインに持ってきます。でこの時に引っ張っちゃうとカットラインがすごく上がっちゃうので、もうノーテンションで自然に落ちる位置ですね、このエンドラインの落ちる位置の中側ちょっと長めのところにセニングをちょっと入れて中でつなげるんですね。で表面はつながってない状態を作ります。そうするとちょっとシャープになってつながりが綺麗になるので、つながってないけど何気にここが横、前髪横っていうのがつながることによってもうちょっとナチュラルな感じになりますね。ここが自然、ちょっと自然になったでしょ、はい、そういう風にそれが小顔効果になったりとか可愛いラインができますんで、でこちらもやっていくとしたら、ここの噛んだ時にグッて出るこの骨格のラインに合わせて取っていくんですけど、ここですね、このラインの、この時絶対引っ張っちゃダメなんで、ノーテンションでこのエンドライン、このエンドラインの裏側を取っていきます。その時にはセニングは絶対 10% 以下のもので取らないとかなり危険なので 10% 以下のセニングで取ります。でここのエンドラインのところに全部入れちゃわないで、毛があったらこの半分だけですね、4回セニング入れました。左右同じぐらい入れた方がいいですね。これだけで、表面のところのパタつきは出ない状態で中がつながるので、ここがシュッとこうなってるのが、何もしてるね、結構違うでしょ。違います。そういう風にカットだけで変えることができます。あとはもうここはもうこれつなげるために無理やりここに R を入れてって、無理やりつなげていく、丸くしていくしかないかな。これはこういう風にしていくしかないっすね。硬いんだよね、なんかブリーチのせいか取りやすく、これ実はなってきてるんですね。わかりますかね、カットが若干。だけどアイロンちょっと入れないとちょっと無理っぽいんで、ちょっとアイロン入れますね。でこの一番角とかを本当丸、この何ミリかなんですけど、ここを丸くすることによってより綺麗なラインが作れるんで、はい、お疲れ様。はい、帰りましたね帰りましたね。そうなんですよ、僕が一番練習してるんですよ、実はオーナーなのにオーナーなのにオーナーが練習してるっていう、この偉いでしょ、偉くないですかどうでもいい。そうそう、今プライベートが重点ですからね、今のね、仕事ばっかりじゃちょっと。で、こんな感じにちょっとちょっと流れやすくなったかなと思います。で今日のカットはもう、いろんな方法でカットしていくっていうよりも、今日は本当にあまり方法はないですね。
なぜかっていうと、例えばスクラッチで束感を出していったりしてもエクステ馴染みづらいし、エクステに馴染みやすいカットっていうのは、あのこの今日このスタイルを作るっていう問題じゃなくて、エクステ用にカットしていかないとダメなんで、デザインを作るって感じでは今日は正直ないと思います。でだから余計にスライドカットだったり束感を出すカットだったりとか遊ばすカットだったりとかっていうのが逆にマイナスに動いてしまうんで、逆に今日めっちゃ簡単ですね。で 10% 以下のセニングでカットしていくんですけれども、なるべくカットラインを殺していくっていうことでいいと思うんですよね。でカットラインが出てることによって、エクステつけた時に段差ができちゃって上と下みたいな感じになっちゃうんですよ。それが一番良くないんで、その段差をまず分からなくするっていうカットなんで、もう普段僕あんまりこういう切り方しないですけど、もう今日は特別にエクステ用のカットなんで、まずバーコード、昔よくやってたんですけど、バーコードスライドって言ってバーコードでこれでスライドカットやったりとかしたんですけど、こういう風にまず毛量を見ます。でエクステつけた時にまあ、この辺の毛量ちょっと少ないんでちょっと落としてもらって、ちょっとこの辺が表面がちょっとね多分重さが残ってるんで、ここがまあ障害になってくるかなと思うんですけど、ただ表面削いちゃうとパサついちゃうんですよ。なので、まあ、そこら辺はこの辺はもうね、この量ってあんまり取らない方が今後いいんで、もう表面の方の毛先だけちょっと取るぐらいかな。でエクステの根元の方はあんまり削ぐとエクステ編み込みの場合つけづらいんで、シールとかだとまた別ですけど、なんでそこはちょっと避けていただいた方がいいかなと思うんですね。でこういうところは取って、なるべくちょっとこの辺だけを毛先だけ取るという感じの、あ、ごめんなさい、大丈夫ですか。結構シンプルな、キャッチ取れた、大丈夫です、取れた、そう、大丈夫、キャッチは、あ、取れた、はい、大丈夫、大丈夫です、痛かったでしょ、痛くないです、大丈夫、はい、ピアスが取れました。気をつけてください皆さん。で、今毛量見えてますでしょうか。で、このポイントとしては、一つ真ん中ぐらいから入れていく、本当ベーシックな感じですね。これを表面入れちゃうと、要は表面ここ入れちゃうとパサついちゃうんで、表面取らないところは真ん中入れて、あと表面の方はその2分の1のところを入れていく感じですね。分かりましたでしょうか。真ん中入れたら、あと表面の方をちょっとなじませていく感じ、はい、簡単ですね、はい、この辺もまあちょっと取れそうなんで、真ん中表面これ取ってないですね、表面の重さ残してますよね、ここは危険なので毛先だけちょっとなじませるんですね。これが一番いいです。真ん中やったら毛先を、はい、真ん中1回シニング入れたら 10% のやつで、今度真ん中じゃなくてさらにこの2分の1のところをちょっとぼかしていく感じですね。これぐらいがベストですね。いいですか。バーコード見て、はい、こういう感じでカットラインを、ただこれだけだとまだカットラインが出るんで、さらに、もう一個方法があります。超簡単ですよね、このカットは。結構まだスタイリストなりたての人とかは結構使えると思うんですよ、こういうやつとか簡単にできそうなので。これ普通のカットでも使えるっちゃ使えるんで、普段はこれ見ながらやっていけば、お客さんに説明しながら、今日ここが軽いですね、ちょっとここは削ぐのやめましょうとか説明しながら、まあ、できるんですよね。昔僕よくやってたんですけど、そうするとお客さんはそうですねみたいな感じで納得するんで、ここが軽いんでここは削ぐのやめましょうかとかって言ってできるんで。ただこれが削ぎ率 20% とか 30% でやるとバッツバッツ穴開いちゃうんで、そこは絶対やめた方がいいですね。研ぎが 10% 以下のセニングでやらないとすっげえ危ないです。本当はこっち切った方がいいけど、でもあんまり切んない方がいいかもしれない。切る、切ってもいいけど、なんかそっち側ですね。ああ、それ揃えたい。もしあれだったらもう下でライン作らないで、もうなんていうの、セニングとかでもうぼかして切るぐらいの方が絶対本当に
チョップとかやっちゃってもライン出るんで、本当にぼかしてこの辺を 横で引っ張って切るとかの方がいいですね。こういう感じの方が下で合わせちゃうと結局ラインが出ちゃうんで、まあこんな感じで長さは合わせていきますね。まあ、取った時ね、長さ違うのもちょっと変ですからね。でこの辺はちょっと下でセニングでちょっとぼかしていく。これは今 R2 セニング使ってるんで 10% じゃないんですけど、まあ、この辺とかはちょっと合わせていただくぐらいでいいかなと思います。で、ここがもうポイントなんですけど、ヤスリがけですね。髪の毛をもっとなじましていかないと、エクステつけた時になじまないんで、ここで必要なのがこのダイバルターンですね。ダイバルで髪の毛をまず結構動画だと分かんないんですけど、すごい縮れてる毛が多くて、それが結構が気になってたんですけど、それをダイバルでヤスリがけしていくことによってなじみやすくなるんで、エクステ自体に。で、まあ、ほとんどカットはもうこのカットぐらいで終わりです。正直今日はこれでもうなじましてて、カットラインをなくしていく。でもまあ短いですからね、まだ襟足の方が。これ多分ちょっとエクステつけづらいですね、正直。まあ、特に顔周りが今ちょっとチリチリなんで、ここは前髪からのつながるラインをヤスリがけこうしてあげるとすごく綺麗になってくるんで、でダイバルタン今発注してるんで、多分今数がちょっと少なくて、3、4丁ぐらいが届くかなと思いますので、早めに、ちょっとカートを見といてください。ちょっと入れちゃったらまた次時間かかっちゃうんで、なんか今在庫がちょっとなくて少し今時間かかるかもしれないですね。今発注してるんで、もうちょっとしたら来ると思うんですけど、まあ、上の方はあんまりエクステ多分つけないんで、そんなになんで、まあ、上の方いかになじませるかがポイントなんですよね。このトップとかあんまつけないと思うんですよね、まあ、シールとかつけるかもしれないけど、多分途中からつけると思うんで、上をなるべく存在をなくすというか、つながってるように見せないとダメなんで、上の人を。なのでここをいかになじませるかがポイントかと思います。でさっき削いだラインもこれで馴染んでくれるんで、全体的にだからさ、削ぎをまた馴染ますっていう意味の最後のヤスリがけというふうに思っていただければいいかと思います。でダイバルタン結構エクステの、そうエクステと馴染ます時にも結構これつけた後とかもめっちゃ使えるんで、結構エクステサロンでもダイバルは使えると思います。で何が違うかっていうと、このここのさっきこうガサってなってたのが、ここに丸さの R が入ったことが一番の違いで、これ削いだからっていうよりも髪に柔らかくなってるんですよね、ガサガサを取ったんで。なんでこの R が出やすいってことはイコールなじみやすいってことなんですよね。さっきだとバサッ強制ないや、エクステつけてもバサッってなっちゃってる状態なんで、これだとこれがなじむんでやりやすい。触ってもらってどうですか。すごい変わりました。変わったでしょ。変わりました。結構違うよね。違います。そうなんです、結構違うんです。いいです。はい、そういう感じでです。なんかあまりにも黒のストレートだとあまりにもちょっとピンクがないので、ちょっと巻いて終わります。
まあ、なんとなくもうちょっと寂しいんで巻いてみたんですけど、まあ、ここからあのヘナジェルでちょっと崩します。ヘナジェルとあとちょっとオーガニックワックスでシークレットのワックスとヘナジェルで崩していきます。でヘナジェルでこうプッシュちょっと崩していきます。どちらもオーガニックなのでこのまま寝れるというか、はい、こんな感じで終わりました。はい、今日の撮影も終わりました。ありがとうございました。どうですかね、正直な気持ちでいいんですけど、感想を聞いてんですよ。なんか最近なんかカラーはどうでした、どうでしたって黒染めだけど、どうですかね。いや、すごい予想より上の仕上がりに予想より黒くなった。いや、もうこれが良かったです。ああ、そう、黒くしたかったからね。はい、はい、そうですね。結構黒染めは丁寧に染めないと綺麗に染まらないので皆さん気をつけてください。はい、ダブルプロセスがおすすめです。カットって言ってもスタイル作ってはいないんだけど、カットはどうでしたか。暗くなって良かったです。はい、ありがとうございます。はい、だいぶエクステは馴染みやすくなり、手触りも良くなりましたよね。なりました。だいぶ、はい、だいぶやりやすいと思うんで、はい、で明日エクステをつけてくるので、その写真は多分送ってくれると思うんで、わかんない、適当に言ってますけど、はい、エクステを頑張って明日つけてきてください。はい、ということで、今日の撮影もこれで終わりたいと思います。ハイヤマカシのチャンネル、いいねとかシェアしていただければありがたいと思います。これから頑張っていきます。1000動画まで頑張るんで皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。はい